ディディエ・モラールは、フランス東部サボワ県、シャンベリ出身の元スキージャンプ選手。1985年から1998年に、国際試合などで活躍、冬季オリンピックに3度出場した。ディディエ・マラード2010モラールは1985年12月22日に、地元シャモニーのノーマルヒルで、スキージャンプワールドカップに、デビュー、11位となって、ポイントを獲得した。 さらに1ヶ月後の1986年1月19日にはノーマルヒルで4位となった。1987年ノルディックスキー世界選手権代表となったが70メートル級51位、90メートル級46位と振るわなかった。しかし同年3月4日のワールドカップでは自身初の3位入賞を果たした。 1988年カルガリーオリンピックでは 70m 級34位、90m 級26位。1989年ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル28位、ラージヒル55位となった。1992年時刻開催のアルベールビルオリンピックのノーマルヒルで8位入賞、ラージヒルは40位だった。 1992から1993シーズンは、ワールドカップ自己最高位となる2位に2度なるなどして、総合7位。1993年、ノルディックスキー世界選手権では、団体戦でジェロームへ、ニコラジャンプロスと、ステーブ・デローと共に4位と自身最高のシーズンになった。1994年、リレハンメルオリンピックでは、団体6位、ノーマルヒル17位、ラージヒル10位、 1997年、ノルディックスキー世界選手権では、ノーマルヒルで6位に入賞、ラージヒル21位となった。ワールドカップへの出場はこのシーズンが最後で、翌シーズン終了後現役を引退した。ワールドカップ総合は1992から1993シーズンの7位が、自己最高位で、通算では2位2回、3位4回の表彰台登壇がある。 2008年王トイコールサボワ県、レカンタミンズモンジョアの議会議員に選出された。ありがとうございます。